大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、青木淳追悼5番勝負、最後の相手はもちろんこの方、佐藤光選手ということでやっていきましょう。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にああだこうだと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、ここまで4戦戦ってきて戦績としては1勝3敗ということで、負け越しが決定してしまいましたが、そんなことは、ね、もう関係ないというようなことで、最後はもう盟友佐藤光との一戦ということで、勝負見守りたいと思います。ちなみに、バイク事故で亡くなられた青木淳選手、もしその事故がなければその数日後、数週間後、タイトルマッチ、この2人で、全日本ジュニアのタイトルマッチを行うはず、世界ジュニアですね、ごめんなさい、世界ジュニアヘビー級防衛戦を控えていたということもありましたが、残念ながらそのベルトをかけて戦うことは、できず、結局そのベルトを王者であった青木淳選手が11月やったかな、期限ギリギリまでそのまま、巻いたままで置くというような措置が取られたというようなことになりましたね。この2人、戦ってよし、組んでよしということで、ウィキペディアなんかの情報で見てると、ジュニアヘビー級同士の2人がヘビー級相手にタッグを組んで、なんかシリーズに出たとかっていうのも書いてありましたので、一番と言ってもいいですかね、こう一緒に戦っていて、かなり今回の事故の件で一番つらかった、みんなね、もういっぱいつらかった人はいるんですけども、中の1人じゃないかということですね。で、佐藤光については、現在はね、全日本プロレスでそのジュニアヘビー級のベルトを巻くほどの存在になってますが、もともとは、パンクラス、の鈴木みのると一緒にやってたと、その時は全然ね、なんですけども、でも、この間ね、ちょっと鈴木じゃない、佐藤光が出演した、リングドクターの方がやってる YouTube の番組があって、それに、出演されていた時に、いろいろいきさつというか、これどうやってプロレス入りしたかとかっていうようなことを、お話しされているのを聞いたんですけども、冬木さん、冬木さんじゃない、船木さんや、間違えた船木さんが、いたんですけども、なんとなく船木さんは俺こいつ嫌だみたいなことを言って、でしょうね、変態ぶりを見抜いたんでしょうね。で、鈴木みのるが見るようになって、そこからいろいろ付き合いが始まって、ただ、この佐藤光というのは、僕はだからそのパンクラスの時よりもその後 DDT に参戦した時期があって、その時に、よく見ていたんですね。 DDT を僕がちょっとこうハマっていた時期と、その佐藤光が DDT によく上がっていた、レギュラー的に参戦してた時と、一緒だったんで、その時、DDT の社風というかね、団体の色としては何でもありみたいな感じの面白おかしくっていう部分もあったので、そこにピタッとはまった。で、中澤マイケルって言って、井伏浩太の名セコンドとして有名な、ケニー・オメガともつながりのあるこの3人がいつもつるんでたという DDT 出身の3人がいるんですけども、その中澤マイケルも変態というキャラクターを持っていて、それに負けじとこの佐藤光も変態と。で、その、リングドクターの YouTube の番組で喋ってたんですけども、これはキャラクターでやってるんではなく、もう G ですと、数ですと、変な着物の格好をしてコンビニに買い物に行ったりとか平気ですると、職質されるのは当たり前。逮捕されないギリギリのところでやってますみたいなことで、それで見られるのがもう見られるのって言ってたかな、それがなんかゾクゾクするというようなことを喋ってる変態です。だから自分の団体自主興行ハードヒットみたいな時も、かなりその U の意識した、試合をやったりするんですけども、そうじゃない時、なんかはっちゃけた時はコスプレゴスロリみたいなんですかね、コスプレしてで、猫耳つけて戦ってたりするというような、今のこのスタイルとは全くかけ離れた、ことをやってる人と。ただでもまあね、その分幅があって、そのいろんな武器をきちんと使い分けることができる、っていうで鉄のハートを持つ男だと思います。だから鈴木みのるとのこうつながりも深いですし、プロレスもできるし U もできるし、というような、まあ、幅の広い人なんだなみたいな感じのことを思います。ただまあこの残念ながらファイプロで再現するとなると、その U 系のレスラーってどうしても同じような技、同じような、試合展開になりがちなので、その辺は今回、再現するのに、ちょっと苦労しましたね。一番最初に手がけて一番時間かかったんじゃないですかね。ただまあこの2人じゃないとやっぱりこの5番勝負は成り立たないなと。で最初いろいろねタイトルかけようかなと思ったりもしたんですけども、これについてはちょっと後でね、サプライズ的なものを一応用意してますので、それを皆さんが許していただけるかどうか、まあいいか俺の団体やしねみたいな感じで、させていただこうと思います。で、佐藤光とこの青木淳はもう切っては切れないというのはね、全日本プロレスという団体がもうこのままなくなってしまうんじゃないかっていう時期があったわけなんですよね。で佐藤光については別に全日本所属ではないんですけども、でももうその時、やらないともうやるしかないみたいなところを、2人でなんとかジュニア盛り上げていこうっていうようなことをやってたというようなところから、こうなんですかね、絆が生まれた2人、で組んでよし戦ってよしということをやってきたっていうことがあるということなんでしょうね。それも僕もすごく深く知るわけではない。先ほど申し上げた通り、僕が知ってるのは DDT で、変態をやってた。しかし変態やりながらちゃんと強いということも、できるという方でしたからね。今例って言ったらあれですけど、今回、まあ、再現するためにいろいろ調べてたら、ハードヒットっていう、まあ、前回何回か前にも言いましたけども DDT という団体で年1回行われる総選挙 AKB の総選挙をパクった企画で、1位になったら賞金がもらえるんですけども、その賞金100万円を返上して、まあ、それはその DDT、 これウィキペディアに書いてあることなんですけど、その総選挙というイベント中にライバルが怪我をした、それ誰だったか忘れました、そのライバルが怪我したことで、俺は1位になれたようなもんだからっていうような意味で100万円をその怪我した人にあげてください、その代わり、自分の城が欲しいですっていうような、言い回しでハードヒットという、その当時 DDT の第2ブランド、であったものを譲り受けるということで、佐藤光が自主興行として行うハードヒットに、鈴木秀樹なんかも上がったりしてるということでね、ああやってたんやと。ただし打撃なしのグラップリングルールで10分1本勝負、佐藤光対鈴木秀樹というような戦いもあったそうです。結果は、時間切れ引き分けと書いてありました。まあまあお互いアキレス腱取り合ったりとかっていう、まあまあじっくり楽しめるもう U の戦い、ただちょっとまた違うっていうのも面白かったようです。だからまあそういうのもあって、なかなか再現するのはちょっとどうしたもんかなと思ったんですけども、プロレスだからこそできる水車落としをできたら有効に使えないかなというので、調整は難しいんですけども、いまだにこうそのロジックをこれでいいんかなと思うことはありますけども、佐藤光については水車落としが、結構出るようにして。必殺技がこの、腕しぎですね。技としては、仰向けの状態で入る腕しぎですねが、必殺技。ただ本当は佐藤光の腕しぎは足も同時に取るっていうやつですね。複合技なんですけども、もちろん残念ながらファイプロにはその技は、導入されていないので、それで普通の腕しぎで代用をさせてもらってます。で、おー、決まってしまった。まあまあまあこれはね、タイトルマッチならで、あと僕もちょっと喋ろうと思ったのは青木淳の腕を取っていくので、両方2人とも腕が、伸びきってしまう戦いになるかもと思ったんですけども、今回は、佐藤光の方が上回ったということで、試合時間22分7秒腕しぎ逆十字固めで佐藤光が青木淳からギブアップを奪った試合ということになりました。試合評価は 93% ですね。実際にバイク事故が、なくって、青木淳選手がご存命でタイトルマッチが行われていたらこうなっていたのかな、いや、もっと熱い試合になっていたかなっていうのを、妄想を楽しんでいただけたらと思います。そして、このままをね、今回はこれで終わりですって言って終わってもいいんですけども、せっかくこの戦ってよし、組んでよしの2人でしたので、タッグタイトルにこの2人で挑戦するというサプライズをやってみたいと思います。前回の企画でやっと勝ち抜いてタイトルマッチにたどり着いた、2人、食いしん坊仮面、江部さん組に、簡単に挑戦できるってどうやねんと言われるかもしれませんが、いいです。僕の、なんちゅうの、僕の好きにやらせてもらいます。ということで、一旦カットします。はい。というわけで、多分誰もが予想していなかった展開になったのではなかろうかと。IBO タッグタイトルマッチ、突然ですが行います。現在、6代目王者の食いしん坊仮面、江部さん組対青木淳、佐藤光ということで、追悼企画5番勝負、最後はタイトルマッチということで、いきましょう。試合開始です。から大食い自慢がやってきた。食いしん坊仮面、いらっしゃい。わけで、もうこの4人が何でしょうね、顔を合わせるだけでちょっとどうなるんだろうっていうワクワク感もあって、いいんじゃないでしょうかね。赤コーナー現在チャンピオン6代目王者ですね。前回の企画シリーズスーパー Z タッグシリーズ、見事に、1敗してしまいましたが、それ以外は負けなし、1敗だけで、勝ち進み、そして、クライマックスシリーズ、ちゃんと言うて初のクライマックスシリーズ、クライマックス方式を導入した決勝トーナメント、も勝ち上がり、そして、タイトル挑戦権をやっと手にして、その一発のチャンスでベルトを奪取してしまった、この赤コーナー大阪プロレスお笑いコンビ、全然お笑いじゃない、かなり真面目ガチだったという2人ですが、それに、対戦してどうなるかというところですね。まあ、当然こうなると、先ほどまで戦っていた2人、青木佐藤組については相手の腕を伸ばしていくと、ピンポイントで腕を狙っていくということになるので、これが、どこまで通用するのか、いや、そこ今回、勝ち上がってきた実力を見せつけるのか、いやスーパー Z タッグというそのシリーズ自体、器自体がこう狭い井戸の中だったのか、大会を知らずということになるのか、というのを楽しんでいただけたらと思います。もちろん私もどうなるか全く分かりません。もう単純に、試合を楽しみたいと思います。赤コーナーがね、そのまあこのチャンネルを過去に見てくださっている方は、なぜこの2人が強いんだっていう風になるといろいろあるんですけども、青コーナーにないものとしては、空中殺法、コーナーポストからの飛び技があるのと、あとは、タッチワークの良さが多分考えられるんじゃないかと、まあ、それぐらいのありきたりな分析しかできませんけども、とは思いますね。まあ、それがどこまで今回も通用するのかということになると思います。対する青コーナーは、完全に有形のファイトができるレスラーと、まあ、関節ですよね、腕関節をどこまで取っていけるんだろうなと。ただタッチワークにおいては赤コーナーほどではないはずなんですよね。まあ、結局大技で言ったら青コーナーの方が青木選手の大技が出ればダメージはしっかり与えれるとは思うんですけども、タッグマッチの場合はどうなるかわからないと。まあ、ここまでね、1回も負けなかったと言ってた大阪コンビも最終戦でコロッと負けてしまうというシーンもありましたし、そう考えるとね、佐藤光が追いかけていきます。この辺はいいですね、インサイドワークというか。さあコーナーにもたれかけさせて胸張り手で、ああいいですね、こういう動きはやっぱり食いしん坊仮面悪くないですね。まあ食いしん坊仮面に対して江部さんの評価が低いですよねって言われるコメントもちょっとあったんですけども、確かにそうですね。ただまあそれはでも完全に僕の好みですからね、なんとなくこの食いしん坊仮面の完成度の高さに比べると江部さんはちょっとなーっていうような、まあね、もうちょっと僕が、考え直せばいいんでしょうけども、まあそれでもね、なんだかんだ言って結局勝ち上がってきたわけですからね。ああそうか、あとこの佐藤光の打撃って言おうとしたんですけども、それ以上に気になるのが髪型ですよね。これはね、うまいこと言ってますよね。個人的にまあこれは別に今更ですけども、Steam、PC 版でやってますので、Steam のワークショップというところから、ほぼそのままダウンロードさせてもらってます、ここに上がってるレスラーをね。もちろん、まあそこからちょっといじるようなことはあったりしますけども、まあほぼほぼ佐藤光なんてそのままかな。髪型がね、素晴らしいですよね。まあ、いつも、この声が届くことはないような気もしますけども、エディットしてくださった方、本当にありがとうございます。今後もよろしくお願いします。中身はね、きちんといじってるというとまたおかしくなりますけども、まあ、何せエディットポイント180で統一するというルールがあるので、中身については、こちらで1から10まできちんと統一じゃないな、いじらせていただいてます。それはディスってるわけではないということだけお伝えしております。さあ、早くも12分経過しましたが、おお、場外戦、お互いパートナーは見守りますが、ああ、いいですね。この辺が変態っぷりをちょっと出すというところ。さあ、場外でいたぶられたエベスさんが食いしん坊仮面とタッチ、2プラトンはなんとか耐える。さあ、もうこれで勝てばいきなりチャンピオンと、追悼企画で、追悼企画今まで何回かやってきてるんですけども、追悼企画でそのままタイトルマッチっていうのは多分なかったと思うんですよ。まあ、今回、まあ、なぜこんなことをしてるのかっていうのは、青木選手が亡くなりました。そこから、うわーってなって、で、まあ、これはやろうと、まあ、もちろんそのコメントでね、視聴者の方も青木選手、ね、亡くなったみたいですから、追悼企画やってくださいよという声も、いただきましたので、じゃあ、当然、対戦相手は誰だっていうこともいろいろ考えながらだったんですけども、そう考えたときに、まあ、一番やっぱり出てきたのは佐藤光、知らないレスラーでもないからっていうのも僕もあって、で佐藤光ってなったときに、でもこの2人って確か、タッグ組んでっていうのもあったよなっていうのがあって。だからまあそれはそれで置いといてっていうのがありました。でその追悼企画をするのをいつやろうかなっていうことで。スーパー Z タッグシリーズをやりながら並行でも良かったんですけども、まあ運がいいか悪いか分からず、私の、まあ、痛風という痛い病がやってきまして、でその痛風の発作があるからあんまり無理しない程度に、ちょっと更新ペースをこうのんびりさせてもらったと。でそうなったら、スーパー Z タッグ並行というわけにいかなくなった。じゃあもうスーパー Z タッグが終わって、この5番勝負をやっていくという一本道でやろうかということになった時に、じゃあスーパー Z タッグが終わってからだったら、このタッグタイトルに誰がチャンピオンについてようとも、挑戦することはできるなと。だからこれはその大阪つながりとかこの4人だからっていうではないというのはあるんですね。それでも、まあ、タイトルマッチこの2人最初に思い浮かべた2人なら、やってもいいんじゃないかなということで、まあ、鼻向けというわけではないですけどね。というのもいろいろ考えての上のことですので、まあ、ぜひ皆さんご理解いただけたらと思います。まあ、この架空ファイブロ団体 WMW というチャンネルを、もうやって1年もう2年ぐらいになるんちゃう 2年ぐらい丸2年ぐらいになるんですけどもね、タイトルベルトをいくつか作ってるんですけども、なかなかタイトルマッチは行わないという。初期の頃はね、いろいろやってたんですけども、最近はもうストーリーの展開の仕方として、何かのシリーズをやってそこで優勝したら、チャンピオンに挑戦できる、何らかのタイトルに挑戦できる、というようなストーリーになってしまっているので、そのシリーズが、長ければ長いほどタイトルマッチ行えないと。しかもやっと3週間、2週間ぐらいやってタイトルマッチ1回だけということなので、まあ、それ以前はね別の、方式も考えてたんですやってたんですけども、日曜ビッグファイト毎週タイトルマッチみたいなシリーズもあったんですけども、まあ、それも実況ができないということでやめてしまったりとかね、まあ、いろいろそういうちょっとした歴史はその2年の間の歴史はあるんですけどね。まあそういう何か理由を過去つけてタイトルマッチが行われること自体は悪いことじゃないかなということで、皆さん多分長い目というか生温かい目で許していただけると思います。まあ、もちろん今回ね5番勝負をやった、その5番勝負を行うということでこの WMW のリングに初めて上がった3人、鈴木小太郎、金丸義信、石森泰治、この3人もね、今後、活躍する場面が何か企画があればやりたいと思いますので交互期待という。まあね、ちょっと前回じゃない前に、言ってましたけど、今回この人は、わあ、いいですね、腕を攻撃するツーショット、おでも青コーナーがちょっと押しているような感じもしてきましたかね、で、まあ、先ほどの話の続き、今回、青木淳を再現するために、佐藤光を知り、石森泰治を知り、いろいろやってると、全日本プロレスおよびノア、この辺のレスラーをいろいろ見ることになったので、今ね、ちょっと職種がそっちに向いてるというのは正直なところです。なので、なぜあのレスラーがいなかったんだっていうレスラーを、またね、ちょこちょこ作ってお披露目したいと思いますので、お楽しみにというようなところでちょっと試合の方に集中していきましょうか。これはさあいよいよ、24分経過、試合は30分1本勝負ではなく時間無制限1本勝負、スーパー Z タッグシリーズの時は30分1本勝負で、時間切れ引き分けという展開も多々ありましたけども、今回はタイトルマッチということですので時間切れ引き分けはありません、ので白黒はっきりするまでやっていきますが、さあ25分経過、どうでしょうね、赤コーナーの2人それほどまだ腕は伸びていないのか、いやーでもちょっと伸びてるぐらいかな。25分経過してここまでしか伸びてないってなるとまだそれほどこれで決まるというわけでもなさそうですね。うん、一進一退というところ、あでも今ちょっと佐藤光の腕しぎでだいぶ伸びてましたね。さあ逆指固めで捉えておいてそのまま佐藤光につなぐことができるか、おうまくつないだ、これで腕しぎに行けばかなりのダメージがありますよ。さあ江部さん慌てて飛び出てまいりますが、それを青木が抑える、これは見事な連携ですね。そしてツープラトンを決めたかった。さあまあ今回はでも流れとしてはね5番勝負のっていう意味もありますけども、やっぱり、ここまで苦労してタイトルを取った江部さん、食いしん坊仮面をちょっと押したい気もするし、複雑な心境ですね。ああ大技食らってしまう。さあ佐藤光が場外に、試合権利がある佐藤光ですね。でもう一方が江部さんじゃなかったかな。さあ佐藤光が問題は戻ってですね、おーカット、さあ今がチャンスかもしれない、バックを取って、これ江部さんが返していく、ブルドキングヘッドロック。さあお互いロングマッチになってくるとこういう寝技で一発で決まるかもしれない。いやーまだ耐える。まあそうですよね、佐藤光は寝技でギブアップするわけにはやっぱりいかないというところでしょうね。見た目では、絶対に青コーナーの方が強そうなんですけども、実はそうじゃないのが羊の顔をかぶった理論って言ってる場にどうだ決まるか。うわーチャンピオン強し、まあこれはもう納得というかね、百戦錬磨の勝利ということで、いいでしょう。はい、試合時間29分41秒、ジャパニーズレッグロールクラッチにより、江別さんが佐藤光からギブアップじゃない3カウントを奪った試合でした。試合評価は 99%。いやー、腕も伸ばしていたんですけど、完全にというところまでいかなかったというところでしょうかね。はい、というわけで6代目王者初防衛戦となりましたが、防衛ということになりました。まあということでなんか方向性はちょっと最後ググッとちょっと避けたかもしれませんけども、青木淳選手の追悼5番勝負を今回で、終わりと。もちろん、青木選手もこの WMW のリングの上で、また生きていくということなので、それが、僕なりの追悼ということにさせていただいて、もちろんこれで終わったわけじゃなく、また今回を見てもうちょっとこうしようかなっていうような意欲もちょっと湧いてますので、また今後ね、違うシリーズで青木淳選手の、魂をこの WMW のリングで感じ取っていただけたらなと思います。そんな大げさなもんでもないですかね。はい、というわけで、最後までお付き合いありがとうございます。またよかったら次回も見てください。あ、そうですね、次回からは、いよいよ J シリーズ始まります。これ、もうメンバー決まってるのかな？これを言ってるときは。まあ、いっか。というわけで、今回は今回でピシッと締めときましょうか。最後までお付き合いありがとうございます。では、また。